のさ、何ですか？あの料理得意な人モテるっていう。ああ、モテるとか言いますよね、うん、めちゃくちゃ料理得意です。例外もあるみたい。誰がよお前。いやでもほんまに料理得意やねん。いやそんなん言いだしたら俺も料理得意やん。いや絶対俺の方が得意。絶対俺の方が得意。お前がこれぐらい得意だしたら俺これぐらい得意やもん。一緒やん。ビタ一問変わらんこれぐらい得意やから。いやでもほんまに得意やねん。中でもあのキャベツの千切りこれかなり得意。はい、いいっすね。だからちょっとこのポイント教えていただけるの、はいはい、キャベツの千切りの、はいはい、まず包丁を右手に持つやろ。で目の前にこうねまな板があって、まな板に対して体斜め45度半身になった状態でキャベツを置いて左手を添えてトン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 、これでできる。ああまあまあ絶対俺の方が得意。どこがじゃあ俺がキャベツの千切りを教えてあげますね。はい、まず右手に包丁を持って、まあ、まな板こう置きますよね。でまな板に対して体45度ねあの半身にして、でまあこうなって、キャベツを置いてそこにあの左手は添えるだけ。でそのままトン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 なんで全く一緒のことできたん。こうすればうまくできますから。せめて張り合ってくるんやったら差つけてくれよお前は。似合いやねお前。俺それで言うたらな、俺ハマチの三枚おろしできるからな。そんな言ったら俺シラスの三枚おろしできる。嘘つくなよお前。お前張り合うので嘘ついてきてるやん。余裕でできますからね。あと俺キャベツの千切りだってな丁寧に切るからな。キャベツ切ったキャベツが細い細いね。俺なんかもうめちゃくちゃスピード速いから、もう千切りしたそのキャベツがもう摩擦で火通ってるから。嘘つくなってお前。お前張り合うために嘘ついてきてるやん。嘘なんかついてません。めちゃくちゃなことしてるで。ほんまです。余計なこと言わんでね。今ここで俺が料理の話してな、お客さんが井上さんの料理食べたいなって思わせる時間やから。めちゃくちゃ無反応。何がやおい。ええねんいちいちゃん、中でも俺得意料理があってな、どんぶりものこれが得意やねん。あ、どんぶりも甘い。俺なんかさ、おじや雑炊リンゴ酢ったやつ。風邪ひいた時やねんか。バファリン作れんのよ。バファリンはいけるね俺はね。また嘘ついてるやん。いけます私は。なこと言わんでから。ないやねん。いや、みんなには内緒にしたけど、俺たちの漫才は井上のアピールタイムやから。そうなの。そうや。お前のアピールタイムなんこれ。当たり前やん今日。あ、そうですか。だからちょっと今日は料理できるときはみんなに伝えるから。で得意料理だってさ。あ、得意料理。俺やっぱな、親子丼。親子丼なんか大変ですよ。そうやねん。めちゃくちゃ大変やで。だってこの卵の実際の親鳥見つけるなんかもう不可能や。どこリアルに考えてんの。いやいや、そこのリアルさはいらんねん。え？じゃあ親子丼ちゃうやん。いや違うやん。遠い親戚丼やん。へりくつ言うなよお前。うわうわうわ、遠い親戚丼やのに親子丼とか言うて、これ鳥だけに詐欺やわ。しょうもない。ってこいつが言ってました。いや言うてない言うてない。全部お前が言うてるから。こいつが言ってました。怖いっすねマジでね。だからちょっと今日は親子丼のな美味しい作り方ってみんな教えたいなと思うね、はいはい、ああそうです。でも親子丼作るってなった時にさ、はいはい、まあ卵とか鶏肉こっちが重要やと思いがちやねんけど、はいはいはい、やっぱり丼ぶりもんやからさ、お米をいかに美味しく炊くか、あやっぱこれが大事になってくるんだよね、はい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 、だから今回は美味しいなお米の炊き方を伝えたいなと思う、ね、分かった。じゃあ俺米の役やるわ。やらんでよおい。いや一粒やられても困んねん。じゃあいらいない白衣装やからよりリアルやさ。おでこれ何してんねん。いやここへこました方がリアル。どこリアルにしてんねん。いらいらそんな真摯に米粒に向き合わんでええから。ええもうやんの米粒。やるやるやる。もうじゃあ勝手にやって。邪魔だけせんといて。オッケーオッケーオッケー。まずなこのお米の中にこう水を入れるわけよね。うん爽やかやなおい。シャワー浴びてんのかおい。まあええわ。ほんでこう普通にお米をこう洗う。おい避けるなよおい。なあおいおいステップを踏むなカレーに。うっとうしいな。でこう米を洗ってたらなんか水がどんどん透き通ってくるわけや。気持ちええわ。ゴーグルつけてないねんおい。なんでゴーグルつけてんねんお前米粒が。で透き通ってきたらなお米をそのな水に30分つけておくわけよ。ガチャ30分延長で。カラオケかおい。そんな延長システムとかないから。で漬け込んでる間にな鶏肉と玉ねぎを一口大にな切っていくわけよな。気になるなこれ。シンクロとかええねん。米がそんなんやってるわけないやろ。あでこう水につけ終わった米をな一旦こうザルにあげるわけよ。テンション上がりすぎやろこれ。ええわ。あでそのザルにあがったお米をなこう土鍋に移すわけや。え土鍋ですか。そうそう炊飯器でもええねんけどさ、やっぱり土鍋で炊いた方がより美味しくできるわな。え土鍋で炊いてもらえるんですか。そうや。ありがとうございます。嬉しなくせんといて。いや別にええねんこっちが。土鍋やって俺ら。俺ら土鍋やって。いや何を手取りやってんねんおいおいおい。勝ち組やな。何や勝ち組っておい。勝ち組いらんねんそんなの。あのすいません。何やねん。あの本当によかったらでいいんで、ああの育ての親に報告だけさせてもらってもいいですか。農家のこと育ての親って言うなよお前は。いらんねんそんなもん。土鍋に移してな、はい、土鍋の中に水を入れて蓋を閉める。あちょっと待ってください。何やねん。あの僕たち全員閉所恐怖症なんです。知らん
すいません広大なところで育ったんですよ。ガサンせえそんなもん。ほんで蓋をするやろ。ほんでこっから火にかけてまず強火で2分、中火で5分、ほんで弱火にして7分経って火を消したらな10分蒸らすわけよ。これでよりふっくら仕上がんねん。そんなにふっくら炊いて私たちどうする気。美味しく食べる気やろ。それしかないねんこっちは。お前はほんでこう蒸らしてる間にな、さっき切った玉ねぎと鶏を出汁で煮込んでこう卵を半熟にさせるわけよな。助けてー。なんやねん急に。助けてー。いやなんやねんって。さっきお米洗った時に飛び出てシンクに落ちてる米でたまにあるけど。いやたまにあるよそんなことは。土鍋に炊いて。諦めろ、お前の命はもう終わりや。土鍋でシンクに落ちた時点でお前の人生はもう終わりやねん。諦めろ。ほんでこうな蒸し終わったらな、こうこの鍋の蓋をバカッと取ってや。整うわ。おっさんか。サウナに来たおっさんやないねん。鍋の蓋を取って、中をかき混ぜてや。ほんでこのなご飯をな、こう丼によそって、ほんでさっきの卵をかけたら多分もう完成やがな。最悪や。なんやねん次は。しゃもじにこびりついた。いやそんなんええねんって。もうええわ。どうもでした。今回のネタはお米の炊き方です。はい、これは古いやろ。古い2003年ぐらいやと思うで。でも残ってたわ記憶には。あ、残ってた、うん、あ流れはねもう、うん、あの感じのままです、ね、そうやな。ちょいちょいそのワードをちょっとこう今風の入れたりとか、うん、そうね、はい、ぐらいでしたからね。割とだから純度は当時のままやな。あ、そうですね、うん、なんか意外になんか荒いですけど、うん、なんかもうちょっと作り変えても、なんかいい感じになりそうなね、うん、そうね、はいはいはい、で設定自体がね、うん、やっぱり分かりやすいというか。そうですね、万人向けというか、はい、ですね、うん、でもやっぱり一個やっぱ反省点があって、うん、どうしました。やっぱりその包丁の切り方、うん、全く同じくだりするっていうのは、うん、おもろいぐらいやや受けでしたねやっぱり。いやいやそれはもう想定通りやろ。いや想定通りなんですよ、うん、想定通りなんですけど、その後の、はいはい、差つけるところを笑い取るためにも、はいはいはい、必要な部分やろ。いやそうなんですよ、うん、必要な部分ではやってはいるんですけど、うん、でもこれで言うと同じことはやってるんですよ、うん、お前がこれぐらい上手くしてこれぐらい上手いで、実はもうやってるんで、振りとしてはな、振りとしてはもうやってるんで、うん、より丁寧にやっただけなんですけど、うん、やっぱその予定通りなんですけど予定よりも受けてなかったどうやったん体感は。この右手に包丁を持ってここにまな板があって、はいはい、体半身に45度、はいはいはい、みたいな喋ってる時の体感は、はい、受けるで受けるでいけるぞっつって思ってたんですけど。笑い来ると思ってた。はいはいはい、ほんまにサバサバっていう。せやね、だって基本な、YouTube の収録ライブ、はい、あのファンクラブ会員の方が優先的に入りやすいから、はい、まあホームといや大ホームやもんな。そうですね、はい、大ホームでやや受けってことは、はい、通常で考えたら大滑りやもんな。そうなんですよ、まあ、この流れでね、お前がこれぐらいうまいでしたらこれぐらいうまいは、うんうん、昔の台本に あったあるんです、うん、あって、で包丁で、その切るくだり、うん、井上が切るくだりはあるんです。あるで、その後からのくだりも多少ちょこちょこあったりするんですよ、うん、確実に新しく入れたのが俺がもう一回切る説明をするとこなんですよ。はい、そうか。いやそうなんですよ。でもこれをやるからなんか対立構造がちゃんとできて、その後キャベツの千切り そのスピードとか丁寧さとか、うんうんね、その後とかもこうね言い合えるようになったんですけど、うん、にしてもですね、滑った。そうですね、滑ってくれたらまだいいんですけど、うん、そのあまり受けてないはいはい、そうやな。だからこれって難しいよな、やっぱ刀傷と一緒で、はいはい、綺麗方が悩み早いからな。いやそうなんですよ、やっぱりそのパン切り包丁で切られたみたいな、ね、あギザギザやもう、もう治らないですよこれね。仕方ないな。はい、まあでも久々にやりましたけど、うん、やっぱこのネタはやっぱあれですね、白の
パッツパツの頃の衣装でやるネタですね。まあそうね、やっぱり米粒に見える見えへん問題な、やっぱこの貫禄あるスーツでやってる場合じゃないなっていうのは、うん、途中で思いました。まあでもこのネタの大元の時な、大元でこのこ頭へこますで米みたいにするが、はい、2008年の M1 にな、まあまあそうですね、1ブロックだけ入れ込んでっていうね、はいはいはい、はい、うん、パンパン叩いて米粒みたいになるがなっていうところに繋がってくるから、繋がりましたね。だから M1 のネタを支えた一部ではあるから、まあそうですね、うん、まあでもこれも別にこれやる必要はな、あの頃はそんな受けてなかったんですよ、うん、だからテレビでやる時とかは省く感じの、うん、やったんですよ。あの受けてはいたんですけど、まあ、言うとサワサワみたいな、そうやね、その米をやるに向けて前向きな俺を見せたいっていうボケやったから、うん、はい、で M1 の時はな、俺が石田の頭を同じ箇所何回も叩くっていう、あ、まあ振りというかな、はいはい、があったから、そうです、ね、より一層ドーンと受けたけど、はいはいはい、今回に関しては自分で言ってるしな、自分で言ってるし、やっぱ若手ほど叩くの嫌やし、うん、なんかもうこんな感じでそうやな、擦るというもうなんかこんなもん、なんか、うん、はい、やっぱりそこは42歳、42歳です、ね、差が出ちゃうな、はい、これ以上脳細胞を殺すわけにはいかへんっていう、はい、気遣いからこうなってしまいましたね、うん、はい、いやでもやっぱ料理をこの作る工程のネタはな、うんうん、いろいろこのもあの勉強としても見れるから、あ、そうですね、うん、はい、料理ベテの方からしたら本当に作ってる工程は本当の工程やからな、うん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 、ですね。だからほんまだからめちゃくちゃ、うん、今思うと米の炊き方って、うん、ボケのために結構工程ねじ曲げられてて昔のやつって、うんうん、なのでそこを調整しに行きました。しっかり今の米の炊き方とちゃんとリンクさせて、いや昔から米の炊き方そんな変われへんか、うん、変われへんねんけど、あ、石田はあの時の石田はこうボケたかってんだっていう作りになってて、まあエゴがいっぱい入ってたよな。そう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 、ボケのためにちょっと米の炊き方のルートをぐちゃっとさせて、そうそう、ぐちゃっと変えたりしてたんで、うん、今回はちょっと丁寧に、はいはい、変えさせていただきました。何よりです。でほんま卵をかけられた時のリアクションとかもあったんですけど、はい、あったな、なんかありました、あったあった、はい、なんかいろいろ割愛させていただきました、はい、要はフルバージョンではお届けできない、うん、そうですね、フルバージョンはそうですね、まあでもよかったです、今回足したシンクに残された米が受けてよかったなと思いました、うん、あ、新しく、あれ新しくですね、なんかヘリみたいなんじゃない、なんかそんななかった、そうそう、ヘリみたいな、あったよな、それを救ってもらった時にこうベベベベベベベみたいな、ヘリコプターみたいにみたいな、あったよな、はい、やつを一応やってるんですけど、ネタさんそれあんまスルーしてたんで、いや、その覚えてないのが今喋りながら、はい、あ、なんかそんなあったなと、はい、だからこれがこう持ち上げられていっててで最後こうこびりついたみたいな、そうか、はい、ことやったんですけども、あん昔はなんかベベベベ言うてた、言ってないです、わーっつってもう普通にこう、そうか、でそれに対して、いや、ヘリみたいに上がってこんでええねんって突っ込んでたんか、そうそうそうそこはもう記憶になかったな、今なんか喋りながらそうよ、ヘリみたいに上がるなって突っ込んでたなって今思い出したわ、はいはい、もうまさにそれですね、あ、だから恥ずかしいですよ、だからこれを見てから振り返ったら、ああ、石田15年越しにスルーされてるのあのボケスルーされてんねやみたいな、いや、それ15年前のそのワンボケ覚えてないわ、それを踏まえてもう一回見てくれたらな、はい、うん、楽しめるかもしれんね、はいですね、はい、ということでいいね、チャンネル登録もお待ちしております、また次回お会いしましょう、さよなら、さよなら